ここからは佐賀リサーチアルファ。横断歩道を渡ろうとする歩行者に対しての一時停止率が全国ワーストレベルな佐賀県。今回は一時停止に関する規則や注意点などを取材しました。では長島記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらをご覧ください。はい、これは去年10月に JAF が全国で一斉に調査した一時停止に関するデータです。信号のない横断歩道で渡ろうとしている歩行者がいるとき、どのくらいの車が一時停止するのか調べたものなのですが、なんと佐賀県は全国ワースト4位、およそ8割が止まらないという結果になりました。車社会とはいえ、ワーストレベルというのは驚きですよね。そうですね。この結果を受けて佐賀県のドライバーは本当に止まらないのか調べてみました。佐賀市役所前の横断歩道です。これから車がどれくらい止まらないのか調査します。信号のない横断歩道の近くで様子を見てみると、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいます。止まらないですね。先月下旬、佐賀市内の数カ所で合わせて3時間ほど調べてみると、JAF のデータほど多くはないものの、止まらないどころか減速すらしない車もあり、危険な場面が多くありました。一方、ドライバーは、横断歩道前でちょっと徐行して渡る人がいないかとか見るようにしてるんですけど、止まらない人が多いんで。急いでる時とかどうしてもなんか止まらないといけないと思いながら、ちょっとすいませんって感じで止まるように心がけてはいるんですけど、こうしてみるとちょっと怖いなと思うんですけど、例えば子どもの登下校の時間にもこういうことがあると考えるとちょっと心配ですよね。そうですよね。学校の近くや交通量が多いところでは比較的止まっているようだったんですけれども、人通りが少ない場所などでは止まらないドライバーが多い印象でした。法律で定められているのになぜ止まらないのか、考えられる原因や現状について警察に話を聞きました。運転される方がですね、普段の運転を通してですね、横断歩道に対する認識の薄れ、止まらなくてもいいだろう、自分ぐらいはいいんじゃないかというですね、甘さ、これがですね、横断歩道に対する意識を薄くしてしまっており、違反を犯してしまっているのではないかと考えられます。県内の人身交通事故の件数は去年までの5年間で半減。しかし過去5年間の横断歩道中の事故は101件から73件に減少しているものの、死者はほぼ横ばいのため割合としては増加しています。夜間やですね、雨の日は横断歩道自体が見えにくいこともあると思いますが、横断歩道の手前にはですね、ひし形の白いマークが打ってあります。これで20メーター、30メーター先にですね、横断歩道があるというふうなことを表しておりますので、横断歩道のみならずですね、このひし形のマークにも注意を払っていただいて運転をしていただければ、横断歩道歩行者に気づきやすいのかなと思います。違反をした場合、普通車は9000円の反則金と2点の点数が加わります。累計が6点になると免許停止となり、車で通勤したり仕事で運転したりする人は普段の生活に大きな支障が出ることも。横断歩道上の事故は死亡事故など重大な結果につながります。ドライバーの方は横断歩行者を守ることが交通ルールで決められた義務であることをよく認識し、緊張感を持った運転に努めていただければと思います。はい、まず一時停止率が全国ワースト4位ということですけれども、事故の件数自体は減っているんですね。そうですね。ただ亡くなる人が減らないのは懸念される点です。はい、横断歩道上での事故を起こさないためには
ドライバーの注意はもちろんですが、歩行者の心がけも大切です、ポイントとしてはまず明るい服装をする、はい、そして反射材を身につける、そして3つ目がハンドサインをするなどして渡るよっていう意思を示して車がしっかり止まってから渡るということが大切です。うん、確かにそうです ね、歩行者優先とはいえこうして自分の身を守る行動、大切ですね。そうですね。でもやっぱりドライバーの意識だとは思うんですよね。法律で決まっていることですからね、ぜひ気をつけていただきたいと思います。ここまでは長島記者でした。ありがとうございました。